トミオとは、トゲウオカトミオ族に属する魚。また、トミオ族に属する魚の総称でもある。北半球の霊体を中心に分布し、世界で10種程度は知られ、日本にも数種が分布している。一般には、淡水域や、寄水域に生息するが、きれいな冷水を好むため、日本では、北海道以外では、水温の低い遊水池や、それにほど近い流域などの淡水環境に、 生息している。このため、水質の変化や、渇水の影響を受けやすい。各地で、絶滅の危機に瀕している場合があり、美しい自然のシンボルとして、保護活動が行われている。背びれの前半では、トゲの間に膜がなく、ヒレではなく、トゲが並んでいる状態。トゲの数は種によって7から10本。産卵期になると、オスが水槽類を集めて、 水中にピンポン玉状のような大きさ数センチメートルの巣を作り、メスを誘う。メスが巣の中に散乱すると、オスが受精させ、その後、オスは食べ物を取らず、卵を守り、巣の中に新鮮な水を送るなどの世話をする。この仲間のオスがメスよりも短命なのは、この子育てが原因であるという説がある。日本産トミヨ族魚類は、かつてエゾトミヨ、イバラトミヨ トミ武ムサシトミ代トミと分類されていた。その後、遺伝学的な系統解析等の研究により、南富代トミを除く日本産トミヨ属魚類は、エゾトミヨ、ヒスイ型、タンスイ型、オスモノ型の4つのグループに分けられ、ムサシトミはタンスイ型に属していた。そのため、体側部にある輪盤の連続性の違いから、分類されていたイワラトミやトミは、 種としての実態がなくなってしまった。現在では、日本産富与族魚類は、エゾ富与、富与族奇水型、富与族淡水型、武蔵富与、富与族オス、モノ型、南富与とされているが、学名や和名の記載がなされていない、分類群が存在するのが実情である。南富与標本大陸にはピー貝原へとされるものが、現存するが、南富与とは、 形態学的に同一ではない。ムサシトミヨムサシトミヨ生息地ムサシトミヨが日本で見られる主な水族館医者じゃ、トゲブナ、ハリウオハリウオ、ハリサバなどをムサシトミヨに関するカテゴリー、ありがとうございます。